リトルニス科は、原始古学類の側系統群の可能性あるクレード、であり、現在絶滅している。これらは、北米及び、欧州の暁新生から、死神予中期を通じての化石であると知られ、白亜気候期の代表する生物の可能性もある。リトルニスや、スドクリプトゥーリスなどの種を含む。リトルニスは、シギダチョウに似ている。飛ぶ能力があり、流骨突起を持つ。 大きな曲がった爪を持ち、木に止まったことがわかる。スドクリプトゥーリスは、ダチョウに似ている。リトールニス・ベルチャーニス、ホロタイプの基ンがリトルニス科は、プロービングするため、細長いくちばしを持っていた。それらは、厳正するシギダチョウ科に大変似ている。それらは、比較的未融合の頭蓋骨を持ち、弱く融合した微端骨と板状骨を持っている。 それらは胸骨によく発育したキールを持っていた。リトールニス属のわずかな首都スドクリプトゥーリス属はよく飛行する生物であったが、重いパリカタアルテイズ属はおそらく唯一の空発性の飛行する生物だった。爪はシギダチョウ科の生物よりも湾曲していたのでおそらく上手に木に止まることができたであろう。リトルニス属は1988年、 ピーター・ウーデ博士によって設立され、リトルニス、パリカタアルテイズ、およびスド・クリプトゥーリスの三族が含まれている。エートという名の種がある。プロマサ・ーファガは、もともとエボシドリカ系統と考えられたが、リトルニス・ベルチャーニスのシニニムと考えられている。フィッシャー・イビスはまた、クレードに属し、いくつかの無名の化石が知られている。リトルニス・メホーで1988。 ありがとうございます。